はい、どうもミスターです。ちょっとね、ここでカークラフトカスタムのインフォメーションをしたいと思います。今週末のね、3月の29日バイクのね、磨きのイベントを予定していたんですよ。で、予定していたんですけど、今ね、世の中こんな状況じゃないですか。なので、一応イベント自体をね、やめて、ちょっとね、日を変更しようと思います。なので、一応その3月のね、29日の磨きイベントは中止ということでよろしくお願いいたします。それでですね、日程をもう一度組み直します。なので、参加希望者の方は今一度ね、予定を立ててほしいんですが、けどここのとこ多分1ヶ月とか2ヶ月ぐらいは多分ね、できないと思いますので、一応そのまたね、見通しが立ったらまたね、動画なり、ホームページ等でね、紹介というかね、告知したいと思いますので、その時はね、ぜひね、参加していただいて、予約を入れていただいて参加していただくということでよろしくお願いします。まあね、こんなあれなので、外出もね、控えるようにとか言われているんですが、まあね、できることを、今日なんて特に雨であれなんですけど、できることをね、ちょっと探してね、今週もね、カークラフトカスタム営業していこうと思っております。よろしくお願いいたします。結構ね、雨降った時にね、やることとか、あと、今後新しい企画等が結構立ち上がってますので、いろいろやったりね、昨日なんかもですね、ギグロ TV のギグロ TV さんと、あとグロリパッカーさん、コーテさんとね、YouTuber のね、電話ミーティングとかもしてたので、今後ね、そういうようなのもできていけばなと思っております。なんかね、対談系の何ていうんですかね、対談した動画をまとめれるソフトみたいなのがあるみたいなんで、ちょっとね、勉強がてらにいろいろね、チェックしていこうと思ってます。で、その辺の詳しい方いたら、知恵をね、貸していただければなと思います。まだまだ動画撮影のね、メンバーとかいろいろ企画ものをね、募集していますので、興味のある方はね、ぜひともカークラフトカスタムで、ね、お問い合わせしてください。よろしくお願いいたします。このね、ハンドミル大会、これもやってみようかなと思っております。これね、よろしくお願いします。